エリオット C はアメリカ合衆国の宇宙飛行士でニューナインに選出された。C はテキサス州ダラスで生まれハイランドパーク高校を卒業した。テキサス大学に通ってファイカッパデルタフラタニティに所属したがアメリカ商船アカデミーに転校して1949年に卒業した。後にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で修士号を取得した。 1953年から1956まで海軍飛行士を務めたが、その前後には GE アビエーションで働いた。マリリン・デナヒーシーと結婚し、サリー、カロリン、デビットの3人の子供がいる。C ・ハジェミニ5号でバックアップのパイロットを務め、ジェミニ8号ではパイロットとして登場する予定だったが、結局、ジェミニ9号の船長となった。 しかし彼とパイロットのチャールズ・バセットは、搭乗前の訓練用の T-38 が、マクドネル宇宙センターとして知られる、マクドネルエアクラフト101ビルに撃として死亡した。ミズーリ州セントルイスのランバートセントルイス、国際空港から300メートルの距離だった。101ビルは、ジェミニ宇宙船の製造所で、彼らは2週間のシミュレーション訓練に行っていた、ところだった。 皮肉なことに、彼らは宇宙船からわずか150メートルの場所で死亡し、アーリントン国立墓地に葬られた。NASA の調査委員会は後に、悪天候からの視界不良に起因するパイロットのミスが、事故の原因になったと結論付けた。また、C はおそらく視界不良のため、接近時にあまりにも地面近くを飛んでいたと明らかにした。C の名前は、 ケネディ宇宙センター見学施設にあるスペースミラーメモリアルに刻まれている。また2010年にはハイランドパーク高校の名誉卒業生となった。1998年のテレビシリーズフロムジアース人類月に立つではスティーブザーンが演じた。ありがとうございます。